トーマ・アキオの100年企業づくりレポートより、今日から皆さんの会社を潰さない100年企業にするためのエッセンスを今日はお話しします。今日もいい話ですよ、聞いてください。アマゾンのね、ジェフ・ベソスが明かす人生で大勝ちできる一つの条件、これがね出てきたんですね。アマゾンは本当に素晴らしい会社ですよね。一つの大勝ちが多くの実験を賄うね、言ってるんです。私がとりわけ独特だと思っていることは、失敗をどう捉えるかという点です。アマゾンは失敗するには最高の会社で、たくさん練習できます。失敗と発明は切っても切れないものだと考えています。ある意味では実験って考えるんですね。これがアマゾンの素晴らしさです。何か新しいものを生み出せずに失敗が欠かせません。前もってうまくいくと分かっていたら、それは実験ではありません。これはですね、やっぱり本当にそう思うんですね。実験をやり続けた会社が伸びると思うんです。大抵の企業はイノベーションを推奨すると口では言っても、そこに至るまで繰り返し実験に失敗する覚悟はありません。世の中の常識に外れたものにかけてこそ、思いもよらないような莫大なリターンが生み出されるわけですが、大抵の場合世の中の常識の方が正しいものです。投資に対して100万のリターンが得られる確率が 10% であるとしたら、必ずその、ね、賭けに乗るべきです。それでも10回挑戦して9回失敗することになります。いつもフェンス号を狙っていれば三振も増えますが、ホームランも何本か打てるわけです。ただしビジネスは野球と違い、野球の場合は結果が切断分布になります。バットを振った時、どれほど遠くに飛ばしても得点できるのは4点までです。ビジネスであれば打席に立つことでほんのたまりではありますが、1000点稼げることも上げることも可能です。だからアマゾンは今、いろんなことを、新しいことをやってそれ成功させますけど、多分100とか200実験をして失敗をいっぱいしてる。その中から3つか4つの本当のリターンになるものを見つけたっていうことですよね。これがやっぱりすごいかなというふうに思います。このようにビジネスではリターンの分布がロングテイであるからこそ、大胆な賭けが大切になるのです。対象すればたくさんの実験の元が取れるというわけです。プライム、マーケットプレイス、AWS、 この3つのいずれも大きな賭けがうまくいった例で、アマゾンは幸福にもこの3本柱を持つことができているということで、やっぱりこういう発想がですね、やっぱり一般の企業にもないとダメですよね。アマゾンしかできないんじゃなくて、皆さんの会社でも実験をたくさんする。お金がね限られるので、多額な投資はじっくり考えなきゃいけないけど、そうじゃないもの、売り方、それから買い方、商品開発、こういうものは全部いろんな意味でそんなに多額な投資しなくてもできますよね。そういうものを一つ一つやっていくことによっていいものが生まれるのかなというふうに思いますし、それが社会の役に立つ。要するにお客様から支援されるから売り上げ上がるわけで、お客様から支援されてお客さんの利便性、お客さんの立場に立った品物ができるっていうこと、こういうものをやっぱりたくさんの実験の中で生まれるってことがあるんじゃないかなと私は思いますね。アマゾンはこれだけの規模だからこそ、この規模を上手に使えば小さな企業には考えられないようなサービスをお客様に提供することが可能になるんです。ですが同時に私たちは気を緩めたり資料を書いたりすれば、規模の大きさゆえに進歩が遅れ、新鮮さを失いかねません。ここがすごいんですよね。もうダントツの企業でありながら、さらに気を緩めずに常にね、実験実験を繰り返しやっていくところに、やっぱり新鮮さを保つんだっていうことを彼は言ってますよね。アマゾンも本当にこれから、ベソスさんが次の代を作って、またどんどんこう変わっていってますけど、進歩が遅れ、新鮮さを失えないようなアマゾンにしていくことこそが重要なんですよね。私は100年企業をたくさん研究する中で、やっぱり100年企業の難しさは4代の社長がいるんだよ。だからベソスさんは素晴らしい、まあ、次の、社長もまあ素晴らしいんでしょうけど、その次その次がダメになったら会社は残らないんです。アマゾン、ね、のチームメンバーと交わせるために、いつも彼らの情熱と知性と創造性に驚かれますって、まあ、要するに、まあ、そういう社風を作ったんでしょうね。ジェフ・ベソスは人生で大勝ちできる一つの条件として、失敗は実験と考え、発明と切っても切らせないものと考え、何か新しいものを生み出すには失敗は欠かせないことだと言っています。私も40年の経営の中でたくさんの失敗してきました。何でもやってみようやってみようと考え、いろんな会社や部門を作ってきました。
ね、M&A の会社を早く作りすぎました。35年前に作ったんですね。これ早すぎたね。それから節税クラブっていうのを作ったり、うまくいきませんでした。社員全員でティッシュに節税クラブって書いて配ったりしました。CFO の育成事業をやり、詐欺に遭いました。その他いろんな実験と失敗をしました。成功、40年前に開業し、お客様ゼロ社員の時に事業承継の本を出して事業承継コンサルタントをスタートし、講演を1500回して東間の主力商品と今なっています。35年前に一人医療法人が認められた時に一人医療法人の本を出してセミナーをして医療経営、ね、ヘルスケアのスタートとなりました。30年前現在の人事労務コンサル部をスタートし、20年間うまくいかず今は東間の主流商品になっています。その他15年前 IT コンサル部、10年前国際部など全てやったこともなくて実験しています。今 IT コンサル部は東間の稼ぎ頭に今なってます。ただ国際部はこれから、大企業はほとんど今海外に行ってます。中小企業はこれから海外に行く時代が来ます。その時にこの国際部がバーンと花開く、私はそういうふうに思ってます。失敗という実験の中から成功するビジネスが出てくるんです。ぜひ皆さんですね、実験をやってですね、失敗ぐらいいいじゃないですか。次またやればいいんだ。で、失敗したらそれで終わりじゃないんですよ。それをね、いろんな形で進化させるといいものが出てくるんです。先ほど言った節税クラブも実はね、それをやることによっていろんな派生したものが出てきてます。やっぱりそうやってやるからいろんな考え方が出てきて、うちは何でも手を挙げられるっていう社風があるんですよ。だからいろんな社員からこれやりたい、あれやりたい、いいねいいねっつってやってる、そういう東間が今また新たにね、新しい社長を迎えて伸びてるんじゃないかなというふうに思います。ぜひ皆さんの会社も実験、常に失敗じゃなくて実験ということで成功するビジネスを作っていただきたい。実は私もですね、今東間100年企業でベンチャービジネス、もう一つの柱を作りたい、風を作りたいと思ってやってるんです。なかなかうまくいかない、本当にうまくいかないけど、やっぱりいいチャンスを与えてもらえたなと思っていろんなことを今トライしてます。ぜひ皆さんもですね、69の人間がこんなトライしてんだから、皆さんもっとやんなきゃダメだよね、ということでぜひ皆さんで実験をし続けましょう。どうもありがとうございました。本日も動画をご覧いただき大変ありがとうございました。もし本日の動画に共感いただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。また事業承継や後継者育成にお悩みの方、概要欄のリンクへアクセスしてください。皆さんのお力に必ずなれると思います。ぜひ、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。